死者・行方不明者合わせて1万8428人となった東日本大震災から9年。大切な人を失った家族はどのような思いで今日という日を迎えたのでしょうか。東日本大震災から今日で9年。亡くなった人は1万5899人に上り、今も2529人が行方不明のままです。震災で637人が犠牲となった宮城県山元町。あれから9年となる節目を特別な思いで迎える夫婦がいました。津波で長女を亡くした大久保光雄さんと妻の恵子さんです。亡くなった日だけど今日天気もいいし外に出すよって断って持ってきたんですよ。胸に抱いていたのは娘の遺骨。一緒に墓前を訪れたのは今日が初めてです。あの日、一人娘の真紀さんは勤め先の自動車学校で津波に飲まれ犠牲になりました。しかしその後の捜索でも遺体は見つからないまま、7、8回潜ってやってもらってたんで、そうなんですよ、ちょっと近くの海、怪しいとこ全部やってもらって娘の帰りをひたすら待ち続けた大久保さん夫婦にその知らせが届いたのは震災から8年半が経った去年10月のことでした。ね、まさかあんな形で帰ってくると思わなかったんですけど、あんまりびっくりしすぎて、でもやっと会えたんだなっていうのは本当に実感なんですけどね。最初は本当にまだね、信じられなかったから、山本町の沖合6キロほどの場所で漁船の網にかかった骨が真紀さんの下顎の部分と確認されたのです。実に8年7ヶ月ぶりの再会でした。両親は見つかった遺骨をまだお墓には納めていません。あったかい家の中に置いといてね、一緒にしばらく暮らそうか、ね、こうして一緒に過ごすうち、両親は自分たちの変化を感じるようになりました。もう戻ってきてからはやっぱり変わりましたか。今は本当に震災前の昔の私たちの顔かな。そうなんです。二人が訪れる場所はもう一つ、真紀さんが最後にいた場所、自動車学校の跡地に立つ慰霊碑です。だけ真水入れてよこすから、いつもコーヒーをお供えするんですか。ええ、ここに来るときは必ず、寒いからほらあったかいコーヒー真紀さんが好きだった缶コーヒー一緒に飲もうか。訪れるたびに一緒に飲むのは決まって同じ銘柄、ね、一緒ね。もう一つ真紀さんが好きだったのが花です。慰霊碑にも赤やピンクの花が備えられています。白のピンクの綺麗な花の前で、バラ園、やっぱりお花がすごく好きだったんですね。そうなんですよ。ピンク色のバラの木と一緒に写る真紀さん、実は二人でどこで写真撮ったんだろうってさ、場所を探して同じポーズしてこうやって撮って、別な楽しみを覚えたんだよね今ね3人での思い出の場所巡ってね。あ、そうなんですね。遺骨が戻って初めて迎える節目の日、二人が取り戻した笑顔のように慰霊碑の前では大好きだった桜の木が間もなく花開こうとしています。